なんかよく、今日何の予定もない一日とかあるじゃないですか。ああ、俺今日何もせへんかったな、みたいな。僕、そういう一日が結構好きで、あの、今日はね、何の予定も入ってないんですけど、うん、バイトもないし。まあ、これで動画撮ってるけどね。だから僕自身、まあ実際何の予定もない時って言っても、まあ編集やら何やらしてるんですけど、 そういう一日がないとね、やっていけないんですよね。はい。なんか、だからまあ、実際週5、週5で働くサラリーマンとかになったら、土日も何にも多分動かれへんやろうし、まあ、仮に僕がね、芸人になって成功して、えー、売れっ子芸人になったとしたら、深夜まで働いてっていうのが、まあその芸人なんて、 週7でね、稼働しますから、ね忙しくなったとしたら、ちょっとやっていけへんなーっていうので、まあ、もし仮に売れたらね、あのー、週に1日か2日はね、絶対にその仕事を入れない日を入れてもらわないようにマネージャーにすると思うすそうはね、なんて言うんですか仕事断ったりとかして、うん、スケジュールとか調整してね、なんとか休みをね、作らないとやっていけないタイプなんですよね。うん。 で、今日は、まあ、あの、この服見てもらったら分かる通り、えっ、ー、と、トーク、雑談の動画をですね、えー、7本か8本撮って、えー、で編集して、編集って言ってもそんな大した編集、BGM をつけたぐらいですね。で、サムネ作って、アップして、で、えっ、ー、と、ま、いろいろあの、アルバムを作ってるんで、その作業とかして、えー、で、今は、午後の、4時ですか。 になって、ようやくですね、ま、すべてやることは終えたかなと、ということです。朝はですね、8時ぐらいに起きたかな。あの、何もなかったんで、目覚ましかけずに寝たら、7時半ぐらいに一回目覚めて、そっから携帯触って、8時、8時半ぐらいかにベッドから出てですね、で、洗濯をして、ね、で、なんか洗濯もね、雨予報だったんで、今日なんか、12時ぐらいに雨降るってなってたんで、 急いで洗濯してね。でも、この夏暑いんで、もうすぐ乾いたんで、もうあの、3時間ぐらい干してすぐ、あの、入れました。で、えー、まだちょっと乾ききってないやつはね、室内で乾かしてるんですけど、なんか室内で乾かすと、なんか室内干しの匂いがなんかね、つくというか、あなんかそうらしいので、えー、僕は感じたことないんですけど、なので一応、あの、家でお香を焚いてですね、まあお香の匂いを染み付かせて、えー、洗濯物を取り入れようかということでございます。で、 もう今ね、こう、やっと終わったんで、こう、ダラーとしてるわけですけど、うん。だから僕自身、その何の予定もないオフみたいな日は、まあ、まあ、ないですわ。うん、一日ずっと YouTube 見てたみたいなもんないですし、えまあ、仮に見てたとしてもさ、その、それはさ、もう YouTube の何、何運営にさ、つながることやから、うん、なんか必ずしも休みじゃないような気がするし、えー、で、 今こっからはもう完全完全にというか特に仕事する必,必要というかつもりないんであのこの動画撮ったからこれアップしなあかんのかそれなあの僕これ余談なんですけどこっちに枕があってねこっちあのこうこう寝てた布団をこうこう上げて畳んでる状態なんですけどこうこっちにしてるのはあの寝るとき以外は枕で寝たくないっていう謎の人でこうゴロゴロする時はあの 足を枕側にして、あの普段こっちで寝てないんで、こっちを頭にします。はい。まあそういう段がありつつも、ね、そんな感じで、だからまあよく、なんやろ、この後にの予定はとか、あなんか帰った後何するんとか、あのー何、何えっと、予定があるから遊ばれへんみたいなことが、あ予定、 ここのの日予定あるるみたいいなな感じじとが聞かれるじゃないで,すかでまあ正直言ってんやろ人と遊ぶこととかはできるやろうしんやろこの帰って何するんとかでまあ答えれるんですけどでもやっぱ人にそのこうなんて喋るだけの予定はないというかなんか別に、うん、YouTube 人生 YouTube なんで YouTube をするんですよ別に。 どっちにしろね、ね、えー。人と会わない時間って一人の時間っていうのは基本的に YouTube に費やしてると言っても過言ではないでしょう。見る分にしろ、作る分にしろ、うん、何かしらやってるんですよ。YouTube 関連のことを。なんで、まあ、その、僕にとって予定がないわけはなくですね。まあ、その、何をしてるかって言ったら、普段何をしてるかって言ったら YouTube をしてるんですよね。うん。これめっちゃ楽しいんですよね、でも。うん、楽しいよ。その、これ、この動画が、 結構自信あるぞ、伸びるぞと思っても、意外と伸びなかったりとか、そうしたら悔しいし、なんか、これ別にそんな気合入れて作ってないのに、いろんな人見てくれたなとか、うんまあ、普通に、なやろ、あったかいコメントとかいただいた時とかは、すごく嬉しいし、やりがいがあるなと思うんで、まあ、そういう、なんですか、トライアンドエラー、試行錯誤ですね、まあ、していく、なんかそういう結果がやっぱ出るんでね、ちゃんと。 その過程もね、割と楽しいですし。まあそういう職業というか、んやろ。まあまだなんか、収入もね、そんなにないですけど、うーん、まあこれでね、お金が稼げたらというか、食っていけるのなら、それが本望なのかなというふうには僕は思いますね。こう、家が好きなんで、在宅でできるしな。うん。まあもちろん、その旅行動画とかも上げてるけど、 やっぱ根本には家にいたいから、な、なんやろ、家が好きだから旅行してるみたいな。うん。家が好きということを認識するために旅行してるみたいな感じですからね、正直。一人旅行とか、やっぱ2泊3日が限界ですもん、僕。なんか、3日目とか帰りたいなって思いました。沖縄一人で行った時は思いましたね、うん。2日目の夜とかに、うわ、寂しい帰りだと思って。 なんか寂しいっていうのも別にその人と会いたいとかじゃなくて知らん場所なんでその自分の家にいたら寂しいってい感情はないですけどそういうことですね。はい。何分いったあと1分ぐらいちょっと引き延ばしに付き合ってもらったらなと思いますがというわけでまあ夏休みはね特にこういう一日が増えるというかまあ増えるのかないやもうこれからは忙しいか。まあ、9月はまだバイトのシフト出してないんで あのー、なるべく言うとりの持ったね。そういう一日にしたいと思い、一日というか夏休みを作りたいと思います。ちょっと精神的な休養がちょっと必要ですね。なんかいろいろ疲れたんでね。はい。あ、そうや。5連勤してたんか。だからこんな疲れてるのか。5連勤っては別にね、その10何連勤とかしてる人もいると思うんですけど、まあ、その人はまあ、なんやろ、バイトしかしてないと思いますよ。バイトが生きがい,いみたいな人だから、 まあ僕はバイト以外にもいい。金を稼ぐこういう手段があるから、それでまあね、仕事してるっていうのはあるんで、まあ正直5連金以上なんですけど、バイトとしては5連金をして、で、YouTube もしてるんで、その疲れがちょっと来てるんでね。はい。ゆっくりしたいと思います。はい。てなわけで、あの、こんな YouTuber いないでしょ寝転がりながら動画撮ってるやつ。 ま、あの、動画切るときにまた消しに行かないといけないのが憂鬱なんですけれども、以上です。はい。あの、チャンネル登録まさかしてない人いないと思うけどよろしくお願いします。<laughs> この動画見てる人、してない人おらんやろうけど。ありがとうございました。